電撃関連の景品をもらってるので、こちらの方景品にしたいと思います。3つあるんで今日は3決までやりましょう。ん、今日は3決までやろう、せっかくだから、せっかく10人いるし。はい、ということで、今日は3月18日ファイティングクライマックス稼働日大会ということで、10名参加ですね。じゃあ始めていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まさかこの平日のね火曜日に人がこんなると思わなかったんで、さすが電撃だな。はい、ところで今日10人なんで、まあできるだけね不公平がないように、8人トーナメントで0回戦を先に2回ほどやってから、進めていきたいと思いますんで、まずは、上の方からですね、長さんと、ピクリさんの試合からやっていきます。はい、はい、じゃあ試合前にですねじゃんけんしてもらって 1P、2P だけ決めていただいて、好きな方座ってください。そろそろ始めようか。キャラ性能は僕も全部やってないんでわかりません。はい、対戦設定でいきますんで、対戦方式の方は日本選手で行っていきます。まあ、あとは特殊な設定はないですからね。はい、とりあえず目の前の人の体力をゼロにしてくれただければ OK です。よし、俺に任せとけ。さあ、世界の異変を消しに行こうじゃないか。はい、僕も今日仕事じゃなければやるんだけどさ今日2人しかいないからさ。覚悟はできてるんだよな。はい、まあ、さて敵の攻撃に入る。第1回戦始めていきましょう。君は、ちょっと音が出ないな。今の音はあれかな、ブギブッかな。いまいち僕も性能が把握できてないんですが、はい、トードアートのキャラとデュラララのキャラということで、覚悟舐めてんのか。覚悟舐めてんのか。やっぱサポートが一番特徴的なのかな。まあ、カポットほど似たようなマップはあるんですけども、キャンセルしつつ、コンボを繋いでいくというか、まあ、やった感じでも、特殊技、必殺技みたいな流れが、このゲーム基本になってくるみたいなんで、まあ、頑張ってください。この NG、名前なんて言うんだっけ。何かしたか。すいません、僕は原作全然わからないせいなんで、ちょっとキャラがわからないんですけども、覚悟でいく。死ぬしかないか。ただじゃおかれ。さあ、日本今回超必殺だね。クライマックスアーツが日本料理になってるんですけど、まあ、ちょっとそれを超えたままだと1回やったらかなりダメージが稼げる形になりますね。まあ、ドギポップといって物を投げる。今回削りで死ぬんですかね、このゲーム。バリア関係はないんですけど、っと突っ込んでいく。俺たちの勝ちだな。はい、スタートしました。まず1本0回戦取ったのはピクリさんのアスナです。よいしょ。その様子じゃ他に仲いいことがいないでしょ。じゃあ次行きましょう。ルシャさんのトモカと、ウミンチュさんのシャナかな。ルシャさん、ウミンチュさん、ウミンチュさん、出番ですよ。なんですよ。あ、はい、大丈夫。うー、じゃんけん、はいと。まあちょっと稼働日なんで僕も全然わかんないと思うんですけど、だいたいわかんないと思います。とりあえずボタン押しましょう。今回も A ボタン連打でちゃんとコンボが出るようになってるんで、まあ、ぶっちゃけ最初それでもダメージ取れます。見た感じ、基礎コンとして AB のなんだっけ、 AB の同乗しのコマンド、特殊技から超必殺つなげだけで大体のキャラが3割4割減るんで、まあ、とりあえずはそんな簡単なコンボからいきましょう。私に任せなさい。シャーナーが10人中3人いるのかな。キリト君がいない。やるの。ラウンドワン、ファイト。平気です。
初の小学生、ゲーセン的には小学生はもうこだわりの時間なんですけども、特別ワークということで、あの、ちょっとまあ紹介でもあった通り割と分かりやすい飛び道具とか、ちょっと新技メインのスタンダード系ですかね。あと、トウモカでいいんだっけ、これからだ、それで全力。バスケの方がまあ主に設置技が主になるのかな。まだいけます。仲間を呼び出す形になりますけどもね。困ったら AB を同時にこすっても大丈夫ですよ。ガードポイントの攻撃が出ますんで、まあガードポイントの位置はキャラによるかもしれないんですけど、私の全てに。さあこの後も容赦がない。おそらくやってはいないと思うんですけども、まずね、さあさすがにちょっと厳しかったかな。さよなら。よいしょ。まあまあカロビアね、まああんまり気にせずいきましょう。みんな1回戦の方そのまま続けていきます。フジッピーさんと、カズチルさんでいいのかな。いらっしゃいます。あ、こっちフジッピーさんがこちら。あ、じゃあお二人ですね。じゃあじゃんけんしてもらって1P2P だけ決めてください。まあどうなんでしょうね、まだわからないところ多いんですけども、僕も昼間ともか触ってたんですけど、あのキャラ AC のなんだっけ、切り札当てるだけで4割ぐらい飛ぶんですよね。中段なんでさりげなくぶっ放すと当たります。あ、どうぞやってください。準備できたら始めていいですよ。現状はやっぱり格闘ゲーム慣れてる人もそうでない人もゲーム自体にやっぱ慣れてないところあるんで、こういうふうに出したもん勝ちなところはちょっとあります。無敵とはちょっと細かいところあらないんですけども、レベル5の力、甘く見ないでよね。ああ、ちょっと慣れてる人の動き見るもよしかということで、頼んだ先輩見ていてください。さあ、リポートと、黒姫、黒姫の方は俺触ってないんで分かんないんですけど、リポートは一応遠距離したいなのかな。小技がちょっと耐久とか大きかったりとか、なんとも言えないところあるんですけど、まあおおよそ強い感じがします。黒姫の方は切り札がチェンジ、モードチェンジみたいなのがあるんで、ちょっと敵キャラなのかなっていうのはありますね。今の時間的には切り札ですね。はい、中段で無敵がついてるそうなんで、どんどん使っていきましょう。まあ、下の切り札のストックは使っちゃいますんでね、まあ、その辺ちょっと使いどころが難しいんですが、さあ、それでいく。どっちかというと今回はコンボよりも差し合いするんじゃないかな。てかむしろコンボが繋がりづらいぐらいなんで、先輩見ていてください。雷が結構射程高いんですね。AB の、名前がわからないなAB 同乗士関連は何かしらガードポイントがついてるんで、結構割り込みとして強いですね。さあ、切り札一発でご能力、ぶっちゃけ消費レベルというか消費が減るんじゃないかぐらいの感じですね。モードレッド、大丈夫です。話して今インストを読んでましたけど、ちょっと同情しの類がいくつかあって専門の名前が出てくるんだけど俺覚えられないんだよね。まだ何だっけ、インパクトスキルとかいうのが AB 同情しなのかな。ウクライナスパーツはまあイメージあればね、どんどん強い攻撃
みんなに5つあんのかな。片方が無敵が大体ついてるらしいので、割り込みなりなんなり使っていけると思います。さあ、みことの雷刺さる。ハンジ君かな。さあ、勝ってったのは、フジッピーさんの味方ですね。退屈しないわね、この街は。